それでは取材を OK します。まずは幹事社の朝日新聞島明さんお願いします。はい、幹事社の朝日新聞島明です。よろしくお願いします。斉藤さん、不信任決議案が可決されました。今の率直な心境、お気持ちをお聞かせください。そうですね、県民の皆様、すべての皆様に、こういった状況に、なっているということについては、結果的に心配や、不信を抱かせてしまっているということになってますし、本当に心から申し訳ないという思いでいます。先ほど県議会で、不信任決議案が、前回一致で可決されました。この事実というものはしっかり我々自身が受け止めなければいけない、重い状況だというふうに改めて認識しています。このような決議案の可決という状況を招いたこの原因というのはどこにあるというふうにお考えですか？やはり今の状況を招いているのは私に責任があるというふうに思っています。今回白票がですね、86人一人一人1票1票を入れていた時に、斉藤さんずっと見られていたと思いますけど、その時の心境というのはどういうお気持ちでそれを見られていたんでしょうか？これまで3年間、県議会の皆さんには、コロナ対応で大変な時、それからその以外にですね、やはり予算や条例とか、そういったところで、本当にご協力ご理解いただいてましたから、その中で、今回そういった状況になってますけども、議員の皆さんには本当に心から今でもですね、お一人お一人に対して確かに反対されたり賛成したりとかそれぞれの立場でありましたけども、今でも心からお一人お一人86人全員の議員に対して感謝の気持ちを持っています。斉藤さんにはですね、今後10日間の猶予があって、議会の解散か失職か、あるいは辞職とか出直し選挙という選択肢もありますけれども、今、どのような選択肢を取られるお考えがあるでしょうか？今日不信任決議案の、議決という形になりましたので、これは大変重い議会側の選択です。で、一方で私にとってもやっぱり重い、状況を、ある意味こう示されたということになってますので、やはりしっかりと考えるということが大事だと思います。これから例えば今日自宅に帰られてからとはですね、どのようにしてこの選択っていうのを考えていこうというふうに思われますか？やはり、自分自身の思い、そして兵庫県にとってどういうことがこれから大事かということですね。これはそういったことも考えながら、自分自身の心の中と問いながらですね、考えていきたいと思っています。あともう一問、斉藤さんがですね、ご自身の責任という言葉をお使いになられたのは僕の記憶では昨日が初めてだというふうに思います。具体的にですね、ご自身に何の責任があるというふうに現時点で思われますか？やはり、不信任決議案というものを前回一致で可決という形になりました。これはこういった結果として今の状況になっているということ、不信任決議を前回一致で私に対して可決したという状況ですね。これについてこの結果をもってやはり私の責任があるというのが、一連の文書問題についてご自身の結果責任をお認めになったということでよろしいんでしょうか？そうですね、やはりいろいろこう法的にも、そういった面もですね、今も私は足りなく、問題な面があるというふうに考えてますけども、やはりこういった結果になっているということですね。やはり議会の皆さんから全会一致で、こういった形を示されたということは、経過責任として重いというふうに考えています。記事アクタミズの大方ですが、すいません、順番にお渡ししますね。お待ちください。いいですか？はい、幹事社から以上です。読売新聞北川。読売新聞の北川です。不信任決議が可決されて
まあ、知事は10日以内に議会を辞職解散するか辞職失職するか決断しなければいけません。そして来週は定例会見もありませんが、どこの場面で考えを表明していただけるのでしょうか。またどのような形で発表しようとお考えでしょうか。それについてはどのタイミングいつかということはですね、まだ、まあ、今日先ほど不信任が可決されたばかりですので、今すぐいつということは申し上げることはできませんけれども、それはしっかり、考えて、まあ、決断を出していた中で、タイミング日時についてはあらかじめお伝えしたいと思います。しかるべき場所でしかるべき話をされる。もちろんですね、はい、わかりました。あと、まあ、前回一致で不信任決議が可決されるのは史上初で歴史的な日になりました。今斉藤知事はご自身に対して県議会から不信任決議を出されるまでに至った最大の理由、反省すべき部分はどこにあるかとお考えでしょうか。まあ、先ほど朝日新聞さんにもおっしゃった通り、まあ、私自身は法的それから内容を含めてきちっとやってきた面もあると思いますけども、思ってますけども、まあ、それでもなお今こういった状況になったという結果責任については私はしっかり追わなきゃいけないというふうに思っています。最後に1点だけ、今回賛成討論、不信任決議案の賛成討論が出ましたが、その答弁中に一部の県議の方は歓喜を待っている場面もありました。各会派の答弁をどのような心情でお聞きになっていたんでしょうか。やはり各議員の皆さんはこれまで3年間の検査の中で本当にご協力、そして時にはいろんな議論もありましたけれども、私にとってはそういった中でこういった状況で皆様いろんな厳しい判断をされたと思いますので、そこについてはその思いを私も受け止めなければいけないと思ってますし、議員の皆さんにはお一人一人すべての皆さんに対しても感謝の気持ちしかないです。わかりました、ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。はい、じゃあ神戸新聞金さん。神戸新聞の金です。今回の対応についてしっかり考えるということでしたけれども、不信任案の可決が確実視されてから少なくとも1週間以上が経っていると思うんです。今まで考えていたこと、これから考えることって何か違ったりするんですか。もともとやはり実際にことが決まってから考えるということが大事だと思いますので、今日結果を受けてこれから考えていくということです。知事、責任があると思っているということはいいですか。すみません、ちょっと順番によろしいですか。もう小泉さん大丈夫ですか。その他ございますでしょうか。じゃあ関西テレビさん。すみません、関西テレビの宮脇と申します。議会閉会した後に職員の方に深々とお辞儀をされたのが印象になりました。どういった思いで、お辞儀をされていたのか教えていただけますか。県議会、今日始まりましたけれども、今日開会しました。不信任決議という結果になりました。職員の皆さんには、いずれにしても、この間今日の補正予算も含めて一生懸命仕事をしていただいてましたので、まずはそこへの感謝の気持ちですね。そして知事が辞職を選ぶのか辞職を選ぶのか、それとも、ダブル選挙なんていう噂も、上がっていますけれども、どういった選択肢、この選択肢はもう今の時点でないというのだったりと か, なんかどういう考えがあるのか少しでも教えていただけませんか。先ほど神戸新聞さんにも答えた通り、実際に決議が決まったのがまさに今ですから、これからどういった対応をするのか、これは議会にとっても重い決断だと思いますけど、それを受け止めた知事にとってもやはり私にとっても重い判断決断になりますので、しっかり考えてきちっとした時にお伝えできるようにしたいと思います。 NHK です。NHK の浦と申します。よろしくお願いします。それこそこれまで、朝の、投票時のぶら下がりとかでもですね、県政を前に進めていく、県政改革を進めていくって思いがすごく知事の印象的な言葉だったと思うんですけども、その気持ちは今も変わりないってことですか。その気持ちは変わりはないです。やはりこれまで改革を進めさせていただいて、そして、新しい時代に向けた取り組みを自分なりにしてきました。それをやはり続けていくということが私の思いとしては大事な思いだということです。
まあ、一方で、まあ、今日不信任決議案が可決されたということは、これは本当に重く受け止めなければいけないというふうに思います。となると、今ご自身の中では、今のお言葉からすると続投の意向と解散を、まあ、解散をするということは排除していないというふうに読み取ってもよろしいですか。どういった選択をするかというのは、先ほど答えた通り、まさに今決まったところですし、まあ、大変重い判断になりますから、まあ、これはこれからしっかり考えていくということです。それでは最後にこれで聞かせてください。もう一度ちょっと知事の思いをですね、ぜひ聞きたいんですけども、86名皆さんが白票、つまり賛成票を一票一票知事の目の前を通っていって、票を入れていかれました。その時、まあ、知事も、まあ、お辞儀をしたりとかですね、目があったと思うんですけども、それについて、まあ、顔見知りの方もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、それについて知事はどういう思いでその瞬間、また議長の可決成立したって言葉を聞かれてたんでしょうか。まあ、まず議員の皆さんには、まあ、今回不信任決議にあたって、いろんな本当に思い、そして厳しい、そして苦しい、まあ、ご判断をそれぞれされたと思います。まあ、一方で私としては、一人一人が自分の目の前を通られる中で、やはり一人一人の議員の皆さんの、まあ、これまでの県政のご支援とか、まあ、時には厳しい、ご指摘、まあ、ご批判もありました。まあ、それを一人一人思い出しながら、感謝の気持ちを、まあ、感じてたということですね。そして最後1個確認だけしてください。不信任決議案が可決成立したという通知は、まあ、議長から報告があると思うんですが、その通知というのはまだ現時点では来ていないということでよろしいですか。はい、私は受け取っていません。通知はまだ来ていないという。はい、はい、ありがとうございます。その他ございますでしょうか。読みテレビ、ユニテレビ神田です。先ほど、まあ、さまざまな問題があるというようなことをおっしゃっていましたけれども、まあ、今回、前回一致での可決です。仮に解散を選んだとしても、まあ、もう一度不信任案が出されて可決する可能性もというふうにある可能性非常に高いと思うんですけれども、それでも解散をも選択肢の中にあるとお考えでしょうか。これちょっと繰り返しになりますけども、まあ、やはり不信任決議案というのは大変重い話です。まあ、私自身もこれは県政にとって大事な局面になりますから、まあ、これは重く受け止めて、自分自身がどういう判断をしていくかということをしっかり考えていくということが大事だと思いますので、やはり決めるにもやはりやっぱりこう、まあ、一定の覚悟と自分自身にとってのやっぱり判断が必要ですから、まあ、それはこれからしっかり考えていきたいと思います。おっしゃっているように非常に重い決断だと思うんですけれども、まあ、今相談する相手もなかなかという話もありましたが、まあ、これまで支援してくださった議員の方もしくは身内の方、どなたかに相談される予定はないでしょうか。この問題は政策とかそういった問題ではなくて、まあ、やはり、知事としてのこう対応の一番大事なこう政治的な話もありますので、まあ、ここはやっぱり私自身が自分の中でしっかり考えて判断していくということが大事だと思います。重ねてなりますが、いつまでに判断したいというような、まあ、区切りは自分の中でないでしょうか。まあ、今日は まさに今可決したばかりですから、これからしっかり考えたいと思います。クラブ以外もさせてもらえないでしょうか。あとお一人かお二人でと思っております。最後お願いします。ちょっと待って、はい、いいですか。はい、斉藤知事はこれまでの中で知事は孤独だという表現をされたことがありました。今はどんな思いですか。そうですね、確かに孤独な面もあります。まあ、それはやはり知事というのは行政機関でいうトップの立場ですから、最終的な判断は自分がしなきゃいけないというふうに思わなきゃいけない場面がたくさんあります。今回の不信任決議案に対する判断もそうだと思います。まあ、ただ一方でやはりこれまでの、まあ、県議会の先生、それから職員の方々、それさらには県民の皆さんにまあ、やっぱ感謝の気持ちというものはしっかり持ちたいと思います。86人全員からの全会一致という結果です。この部分での孤独感というのはあるんでしょうか。孤独感というよりも議会の皆さんの大きな判断をやっぱしっかり受け止めなきゃいけないというふうに思っています。わかりました。
最後本腰取ってお願いします、はい、マークタイムズの尾形です。知事、先ほど来自分には責任があると、そして県議会の議員に対して感謝の気持ちがあるとおっしゃってましたけれども、話を聞いてると辞職の方に傾いているように聞こえるんですけれども、維新の議員からですね、遅かれ早かれあなたは失職すると、県議会を解散してもですね大義がないと、県議が辞職を求めるということはそれは県民が求めているということだという、いろいろ厳しいですね、まあ、いわば身内からそういう言葉がありましたけれども、知事として今は辞職ということを真剣に考えているということでしょうか、それともまだ県議会の解散というのは本当に選択肢として残っているのか、これ県民が見ているわけですから率直な気持ちをですね伝えてもらえないでしょうか、今の気持ちを、うん、ちょっと繰り返しになってしまいます。まさに今決議が通ったわけですから、まあ、これは本当に重い、議会側も判断になります。それに対して私もしっかり受け止めて、重い判断になりますから、やっぱりしっかり考えさせていただきたいというのが私の思いです。それは10日間時間をかけるんでしょうか、それともできるだけ早く、それが県民に対する誠実さだと思いますけれども、そこはどうでしょうか。そこはまさにこれから、まさに今ですね、通った可決されたばっかしですから、どのようなタイミングで自分としての判断を示すかっていうのは、またそこも含めて判断させていただきたいと思います。今でも県議会の解散という選択肢は残っているということなんですね。まさにそこは今可決されたところですので、しっかり考えたいと思います。はい、すいません、お時間になりました、はい、ありがとうございます。井本前部長はどうです、ないんですか。すいません、こちらちょっと開けていただけますでしょうか。井本さんの前部長の調節ないんですけど、居直るんだったらそれくらいやったらどうですか。出直す選挙にも出馬するという気持ちもあるんですか。いつやるんですか。これからしっかりと可決されたばっかりです、どのように判断するかというのは考えていきます。責任は重いということですけれども、責任はどのように取られているのか。これからしっかり新決断に対する対応を考えていきたいと思います。3月27日の発言について撤回や謝罪はしておらず考えないですか。これから新任決定案が通りましたので、自分としてどういう対応をしていくかというのはしっかり考えていきたいと思います。3月27日の発言についてですよ、嘘発覚とか公明資格、それは撤回しないんでしょうか。井本さんの調査しないんですか。井本さんの一言。